見た目で決めつけないで。子猫のミコちゃんは保育園で困っています。棚の上の粘土の箱が取れないから。するとゴリラのサーちゃんが、大丈夫、取ってあげるわ、はいどうぞ。ミコちゃんは保育園で困っています。赤色のクレヨンをなくしてしまったから。大丈夫、私も探してあげるよと、ゴリラのサーちゃんも探します。あったよ、どうぞ。ありがとう。サーちゃんはとっても優しいゴリラ。ミコちゃんがお勉強でわからないところがあると、こうやってやるのよと、サーちゃんは教えてくれます。ミコちゃんはそんな優しいサーちゃんが大好き。今日は隣のクラスの動物たちと綱引き対決。意地悪猫のチー太郎が、ずるいよ、そっちはゴリラのサーちゃんがいるじゃん、そっちが勝つに決まってると言ってきました。サーちゃんは、私、力はそんなに強くないのと言いますが、チー太郎は、嘘つき、そんなに体が大きければ強いに決まってると信じてくれません。ミコちゃんが審判をします。よーい、スタート。両者は互角です。しかし、ずる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 、なんと勝ったのはさーちゃんがいない方のチーム。さーちゃんチームは負けてしまいました。ゴリラのさーちゃんがいるのに負けるの？じゃあ僕と腕相撲対決してみてよと、チー太郎がさーちゃんを誘いました。さーちゃんはいやいや腕相撲をし、負けました。わー、ゴリラなのに力が弱いのか。その太い腕と大きな体は何でできているんだと、チー太郎は意地悪を言いました。するとミコちゃんが、さーちゃんは力が弱くてもとっても優しいわ、私にいつも親切にしてくれる。チー太郎、私とも腕相撲勝負しなさいよ。そんなに細い腕でどうやって僕に勝つって言うんだよ。レディーゴー。えい。一瞬にしてミコちゃんは勝ちました。チー太郎だって私より弱いじゃないの。見た目で決めつけないで。それに力が全てじゃない。チー太郎は反省し、さーちゃんに謝りました。その後、二度とさーちゃんに意地悪を言わなくなったそうな。おしまい。